今なんか可愛い声じゃないやつおった。可愛いだろ。おい可愛い声じゃないわ。ダイレクトディストーそれダイレクトディストだろ。うなたんはそんなうがーみたいな声出さないよ。なんかカラスおった。カラスマジじゃねーよ。はいはい、あのね私たちね配信するときね基本上半身でしょ。せやな、うん、だから下見えないでしょ。え、うん、今履いてないってことの可能性もあるじゃん。そこはそこは言われるともう真実味が出てきちゃうからそこはもうあのご想像にお任せしますっていう余韻をみんなに与えておかないといけない部分だと思うんですよ。夢を与えて、ね、夢をね、夢を与えておかないとなんですよ。じゃあ今全員これ下履いてない可能性履いてない可能性あるだからありますね、うん、やばすぎるだろありますねじゃないよ。やばすぎるねダメだよそんなこと言っちゃありますやばい集団になっちゃうだろう、ね、こルーナのさ到着を全員下半身丸裸でやばすぎるだろあのよくあるリモート会議で上だけちゃんとしてて下のあのエスペクトとかあるじゃん。あの状態かもしれません、うん、我々いや違いますなわけないですまあでもあれやるとねあれめちゃめちゃさあの宅配便行った時困るんだよね。やったことあったんだよいや結構配信してるとか家にとって下履いてないんだよね。ええズボン履いてない。あズボンね。あうんそう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 。あ今パンツの想像しましたかスバルさん。おパンチュ、うん、おパンチュの想像しましたか。あおパンチュはギリ履いてる。あなるほどね。いやもう、うん、ちょっともうパンツの話題やめない。やめないな。やめとくか。